どうもワニですあら今からヤシガニを探しに行きますよ。ヤシガニは砂浜の近くと岩場に日中隠れてて、はい、夜になると8時9時以降になってくると、アザンという木の実を食べに出てくるってことなんで、アザンの木を探して、探索していきたいと思います。これがアザンの木で、これがアザンの実。これまだ熟してないんで青いんですけども、熟したやつはオレンジ色になってました。それを、ヤシガニがね、夜間食べに来るって言うんで、この木が、この実がある場所を探していけばヤシガニに会えるんじゃないかというわけです。ヤガニ目が随分飛び出てるね、君ね。そうですね。あ、岡谷深に天然記念物の、あ、よく見たらいっぱいいるじゃん。めっちゃいますね皆さん知ってます、岡谷深にて天然記念物で捕まえたらいかんのですよ捕まえそうになっちゃった。うんごちっちゃい森、かわいい。めちゃめちゃかわいいっすね。ちっちゃい、ほんとね。でここにそこそこでかい岡谷深が歩いてるっていうね。あ、ほんとだ結構いいサイズ。すげえかっこいい。これヤシガニ見てたな。でかいっすね、これね。え、あヤシガニじゃないけどでっかいカニいる。でっかっ。うわは早い。でっかいカニ本当見た目サワガニだね。でっかいけど。そうっすね、もうサワガニですね。これこれオカガニというカニだそうですすんごい好戦的。最初はグーじゃんけん、おい、お、勝った雑魚がたわいもないオカガニがたくさん。君たちは夫婦か。お、この貝なんかいます。いいえ、でもすごく綺麗な貝がある。お、かっこいい。あ、これかっこいいな。これ水地貝という貝だそうで、本当はね、ここもね、もうちょっと長いんですよね。あと、こっちもか。ちょっと、ま、完璧な形じゃなかったんで、君はここでさよならだ。ほら、あそこあそこ、ほらほらほら。あ、いた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 。ヤシガニだ。足しか見えねえ。え、何ですか。いましたよ、お目当てのヤシガニさん。やった。見つけたね。見つけましたね。でっけえ。もうだいぶ奥深くまで行っちゃいましたね。できれば全体像を撮影したかったんだけど、ところどころ足が見えてるぐらいしかわかんないな。いたー。いてて、このね、周りの葉っぱがマジでいて、いてて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 、てぇー、あー、いってーけどマジでヤシガニだぜ。ああ、体勢がきつい。いや、俺はね、もうね、はい、ヤシガニの見つけ方もうコツが分かっちゃいました。マジっすか。うん、やっぱヤシガニが好物のアダンアダンっすね。アダン、そう、アダンの木のあたりで耳を澄ます。
はい。でちょっと木や草がね動かされてるようなパキパキみたいな。ああはいはい。音に耳を傾けるとやっぱヤシガニでけえんで、その分でかい音が鳴るんですよ、他の生き物と違って。おお。それを聞いてそのあたりをよーく探してみると、あの青い爪が見えるんですよね。はい、そうです。もう3匹見つけましたからね、これでね。そうですね、コツ完全に掴んじゃいましたね。一番大事なのはやっぱ音ですわ。もう目で見て探そうとしてもダメだね。そうですね、わかった。もうみんなこのヤシガニ見つけたい人は音です、音。本日4匹目のヤシガニちゃん、ようやくまともに顔を見ることができるね。照らしすぎかな。あ、これいい感じだな。あ、いいよ。逃げないね、君。本当に逃げないし。かっこいいなぁ。